カブール及びチェラレンゴ及びイゾラベラ伯爵、カミッド・パオロ・フィリッポ・ジュリオ・ベンソは、カミッド・カブールや、コンテディ・カブールの通称で知られる、19世紀イタリアの政治家。カブールは、尺位名なので、加盟はベンソである。サルデーニャ王国首相、イタリア王国首相、外務大臣を歴任。カブールの依頼で、ナポレオン三世の愛称になった、カスティリオネ伯爵夫人。 ビルジニア・オルドイーニは10枚。イタリア統一運動において、ガリバルリ、マッツイーニと並ぶ、イタリア統一の三傑と称される。1810年、カブール公爵ミケーレ・ベンソの第二子として当時、フランス帝国領であったトリノにて生まれた。終世フランス語を母語とし、イタリア語はやや苦手であった。カブールは、爵位名であり、生は、ベンソである。自死であったために家を継がず、 鳥の士官学校を卒業して10代で軍隊に入るが自由主義思想を抱き1831年に軍役を退く。除退後は親族の居住するフランス当時の先進国であったイギリスなど諸外国をめぐって見聞を広め自由主義経済と議会主義を志した。帰国後は資本主義的大農場経営を導入して、 ベルチェリ地方の領地内の農業改革に努め、工業化の課題に取り組むための銀行や鉄道会社の設立、経営などを行ったが、改革を求める自らの姿勢と当時の政治状況の隔たりは大きく、政治には関わらなかった。1847年、諸外国での自由主義的改革、革命、さらにイタリア各両方内での改革への要望の高まりを受け、 恩恵ながら自由主義的な新聞、リソルジメントを創刊し、編集に関わり、憲法制定と議会選挙実施を求めて運動をした。当時のサルディーニャ王、カルロ・アルベルトの反動的な姿勢とは対立した。1848年、サルディーニャ王国が、対オーストリアの第一次イタリア独立戦争に敗北する中、 憲法制定を受けての初の選挙に立候補して議員に選出され、37歳にして政治家としてのキャリアを始めた。経済の知識と弁説を活かして勢力と辛抱を増し、1850年には保守的なビットーリオエマヌエーレ2世の反対を押し切ってマッシモダ税両内閣の下で農商務省に就任した。翌年には海軍省と財務省を兼ね、戦争により、 危機的状態であった政府の財政と、旧体依然とした海軍の改革を行った。1852年、内閣改造により一度は閣外に出るが、ウルバーノ・ラッタッチと連合して、議会での多数の支持を集め、辞職したが税量の推薦により、王の反対を押して首相になった。イタリア統一運動では、外交により、祖国であるイタリアの統一戦争を進めた。 ビットリオイマヌエーレ2世は宗教面では保守的であり、たびたびカブールと対立したが、一方で当時オーストリアに支配されていたロンバルドベネト王国の獲得の野心も強くカブールの手腕に頼らざるを得なかった。カブールは徹底した現実主義者で無秩序と反動を招く革命は非生産的であると主張した。中道の自由主義派を率い、 左翼及び右翼とは対立と協力を繰り返して操縦した。そのため革命主義者で妥協を許さない共和派であるマッツィーニとは馬が合わなかったと言われる。彼は会に強力な政治基盤を築くことに成功し、1861年に死ぬまで1859年に下野した半年間を除き首相の座にあった。カブールは サルデーニャ王国近代化のための政策を積極的に推し進め、近代産業の育成、軍隊の近代化を進めた。通商協定がイギリス、フランス、オーストリア、その他各国との間で結ばれ、全般的に自由貿易関税が導入された。また、都市間の物流、交通を円滑化するために、全国の鉄道網を整備した。さらに、 国家財政の基礎を固めるために強い反対を押し切って修道院を解散し、その土地を国有化した。この過程でカトリック信者のビットオリオエマヌエーレ2世は司教たちと共謀し、カブールの提出した修道院廃止法案の可決を妨害した。これに奮撃したカブールは首相を辞したが、国王は彼に代わる首相を乱すことができなかった。そのため、 カブールは再び首相に指名され、法案も1855年5月29日に可決された。このカラビアーナ事件を契機に、カブールは議会に続いて国王までもある、程度コントロールできるようになった。これらの自由主義的政策は、イタリア各国の亡命者をピエモンテに引き付け、イタリア統一運動の中心地とする効果をもたらした。その一方で、サルデーニャ単独では、 オーストリアを破ってイタリア統一を達成することは不可能であり、イギリス、フランスなど大国の援助が必要であるとカブールは考えた。クリミア戦争ではフランスとオーストリアが接近しないよう努め、イギリス、フランスと同盟を結んで1855年に参戦し、1万5000の将兵をクリミア半島に送ることでサルデーニャの国際的地位の向上に努めた。結果として、 1856年のパリ講和会議に列席し、イタリアの求情を各国に訴えるという当初の目的を果たした。反動的なイタリア諸方の中でカブール率いるサルディニア王国だけが立憲主義とイタリア統一への意志を持続し、イタリア統一主義者たちの希望を集めた。1858年7月、カブールは若年の頃、 イタリア独立戦争に加わり、関心を保持していたナポレオン三世との間に、プロンビエールの密約を結び、国境付近でイタリア人とフランス人の割合の拮抗するサボアとニースの割動を代償に、フランス軍の対オーストリア参戦を約束させた。百六十一年のカブール百五十九年、密約が漏れ緊張の高まる中でオーストリアは、最後通帳を発し、 第二次イタリア独立戦争が始まった。国王の再婚問題、戦争式問題などにより、カブールとの確執は高まり、首相は辞任を迫られた。だが内外からの辛望の高さにより、国王は再任を認めざるを得なかった。フランスはイタリアと共同でオーストリアと戦い、北イタリアのウチロンバルディアはサルディーニア王国の支柱に落ちたが、ベネトはオーストリアに留まった。 フランス軍の犠牲とイギリスの干渉により、ナポレオン3世は、同年7月にオーストリアとビラフランカの和議を結んで、単独講和した。これに対してカブールは抗議の辞任をしたが、翌年1960年1月に首相に復帰した。ハプスブルク家が支配していた、トスカーナやブルボン家支配のエミリアでの住民投票を実施し、 平和占いイタリア中部のサルディーニャ王国併合を成功させた。また、これを黙認したフランスに対し、カブールはサボアとニースを割用した。一方、ニース出身のガルバルディはカブールに激怒し、共和派も加えた義勇軍を率いて、ブルボン家の支配する南部の両シチリア王国を倒し、カブールもこれを黙認しながら、共和派の勢いの制御に努めた。 義勇軍の進撃により住民投票によるイタリア中部の併合が妨げられること、ローマに駐留するフランス軍と衝突することを恐れた。カブールはサルディーニャ軍を送って義勇軍のローマ進撃を阻止した。ガリバルディはビットーリオイマヌエーレ2世に両シチリア王国を献上し、ローマベネトを除くイタリア統一がほぼ完成した。この間カールは首相のほか外相、内相、 陸軍省、海軍省を兼、ね、オーストリアとの戦争のみならず、フランス、イギリス、プロシア、ロシアによる干渉、国内では、国王、マッツイに率いる、共和派、ガリバルディ、ローマ教皇などとの戦争を勝ち抜いた。1861年、統一議会が開かれ、ビットリオイマヌエール2世は統一イタリア王に衰退され、法律、度量衡、通貨などが統一された。 また、カブールも、初代イタリア王国首相に任じられた。ほぼ10年間の首相在任期間の激務の中で、たびたび病に倒れた。1861年の短期間に病気療養した。直後、イタリア王国首相就任のわずか3ヶ月後に、死亡した。死因は、慢性のマラリアと推定される。遺体は、サンテナ城に埋葬された。その死後も、ビットオリオイマヌエーに生意。 まっついに、ガリバルディからの憎悪は続いた。うちに、共和派の突き上げ、王都の確執、外に、大国の干渉という難題を抱えながら、卓越した政治力と外交術を駆使して、イタリア統一を成し遂げた功績から後世、神がイタリア統一のため地上に使わした男の呼び名が、ついた。愛人はいたものの生涯結婚はせず、兄の家族と同居した。 カブールの名を冠した軍艦として、以下の2隻が存在する。ありがとうございます。